中年オタッキーです。今週はね、もう通行止めとかね、いろいろ食らってね、めちゃめちゃ疲れておりますが、まあ泣き言は言ってられないんで動画作っていくんですけどもね。今回はね、このカメラ、ミノルタ XD ですね。これまあジャンク5台セットで2500円で購入した、ミノルタ XD にね、ミッシェルさんからいただいたレンズ、MC6RPG50mm の F1.4 というレンズ、こちらね、あの以前モノクロでね、試写してね、非常にいい写りだったんで、カラーでも撮りたいということを言っておったんですけどもね、今回はね、カラーリバーサル、富士クロームベルビア100というね、高サイドのね、カラーリバーサルフィルムで、撮影してきました。このカメラのね、まあ優秀性もそうですし、レンズの優秀性もそうなんですけどね、まあそれを証明するような形になってまいりましたので、作例を、まあ、加えながら紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、カメラはね、ミノルタ XD、これもうね、以前も紹介したんで、紹介するまでもないんですけどもね、ライカと、共同開発っていうか、同時開発ですか、ライカ、なんだっけ、忘れちゃった、と共同開発でね、まあ、電子シャッター式の、一眼レフカメラですね。これ、巻き上げのね、感触が非常に滑らかでいいんですね。おそらくはね、ライカと共同開発を意識したということなんでしょうけどね。よっと。んでね、ミノルタ、この当時のミノルタとしては珍しい、縦走りのね、メカニカルシャッターになります。こんな感じですけどね。まあ、今ちょっとスローで、今オートになってるんでね、スローになって、オート、シャッタースピード優先オートか。じゃあ、絞り優先オートだ、やはり。シャッタースピード優先オートでシャッタースピード変わるわけねえや。そんなわけでね、で、レンズはね、これね、今回は MC6RPG50mmF1.4 を使用してますけども、このカメラね、MD6RPGを使用すると一応ね、疑似プログラムモードみたいな、状態で撮れるようになるようですが、一応 MD6RPG50mmF1.7 は持ってるんですけども、そのレンズちょっとまだ使ったことないんですけどね、今回はね、1.4、この、MC6RPGのね、描写が非常に良かったんでね、カラーリバーサルでもね、撮影してみたいということでね、今回撮ってきたわけなんですね。ミノルタのレンズね、以前からもね、紹介しておるようにね、カラーが非常にいいです。まあ、モノクロもいいんですけどね、モノクロもいい上にカラーがいいということで、ね、まあ、ミノルタといえばね、レンズはね、自社生産しているカメラ、カメラメーカーの中では唯一ということなんですね。大体ね、他のメーカーはみんな、外注に出している。設計はね、レンズの設計はやるんですけども、製造は外注に出すということなんですけど、ミノルタはね、自分とこでもガラスから作っていたということでね、まあ、レンズにこだわりのあるメーカーだったわけなんですね。でね、まあ、興味が湧くのも当然だけど、ミノルタのカメラはね、僕ほとんど持ってなかったんですよ、以前はね。で、この動画をやるようになってね、ぼちぼち揃ってきたということで、まあ、レンズはね、ほとんどがいただき物なんですけども、まあ、この 50mm1.4 にね、興味が湧いたので、リバーサル撮りました。で、リバーサルといってもね、まあ、ベルビア100なんですけど、期限は半年ほど切れております。その影響多少は出たのかなっては感じてますが、まあ、どんな写りだったのか、ここからはね、作例を紹介していこうと思います。はい、まずはね、そのレンズの能力を見るということでね、新逆光でね、面白いゴーストとか出るかなと思ったんですが、全然出ません。非常に出来の良いレンズですね。で、ご覧のように赤はバリバリの発色、素晴らしい色が出ております。で、UK の方なんですけどもね、やや淡白に映りました。この辺がね、今回、期限切れのね、影響が出たのではないかと考えているところです。もっとね、バンバンに色が出るかなと思ったら、ベルビアにしてはね、まあ、やや淡白な写りということで、まあ、こちらもそうですけどもね。
リバーサルフィルムということでね、屋内で撮ったらどうなるかということで、屋内でね、これ撮って、照明で撮ったんですけどね、比較的いい感じの色になってますね。だいたいナチュラルカラーでした。で、この緑の発色、青の発色なんですけど、まあ、ベルビアはね、緑、青、が、強く発色するということですけど、まあ、普通に撮れてますね。でね、こちらの色、よくね、この写真撮るんですけどもね、まあ、色、忠実に再現できてると思います。ミノルタのレンズとかでもっと凝ってるのかと思ったら、まあ、この夜景になると、この話が変わってくるんですね。夜景の色は非常にいい色出ました。これは水銀灯下で撮って、ちょっとピンヤマなんですけど、水銀灯の光でもね、綺麗に映っております。まあ、解像度、レンズの解像度はね、もうご覧のようにバッチリということで、ちょっと解像度を活かした写真を撮ろうと思って最後の写真になっておるんですけどもね。まあ、レンズの優秀性はまあ、あるんですけどもね、まあ、フィルムがちょっと半年ほど期限切れだったということが、多少は影響したかなということになっています。ただね、夕景をね、中心に撮っていくとね、このレンズでね、リバーサルフィルムで撮ると非常にね、もう色が大げさに映りすぎるぐらい映ると思います。これね、まあ、デジタルでもね、試してみてもいいんですけどもね、これ、マウントアダプターがミノルタはなかった、あるんですね。あるんでね、ソニーの α7 でもね、今後撮っていこうとは思いますが、まあ、日中ではね、そこまで、大げさな発色はしないけど、夕景とかではもうぐんと色が伸びる。あと赤の色はやはり伸びるみたいですね。で、フレアは、面白いのが出ません。フレアゴーストは面白いのが出ない。まあ、二次ゴースト、二次フレアとかね、古い、レンズだとね、そういうオールドレンズはね、そういうのね、特徴的なものが多いんですけども、こう非常にね、現代的なね、描写をするいいレンズだと思います。それがね、オールドレンズ遊びとしてはどうなのかっていう話にはなってくるんだけどね。オールドレンズはやっぱね、面白い、フレアゴーストが出るのをね、どうしてもね、追いかける人が多いので、そういう意味ではね、このレンズは面白くないと言えます。まあ、現代的なレンズ、まあ、現代的なレンズね、現代的な写りをするんだったら現代のレンズでいいじゃっていう話になるんですけどもね。まあ現代のレンズを買おうと思ったらね、このレンズを購入する値段では全然買えないと思うので、まあ安価にね。描写のいいレンズを仕入れたいという向きの方には非常にいいんじゃないでしょうか。で、今回はね、実は AE は使ってません。全部マニュアル速攻、マニュアル露出で撮りました。速攻っていうかね、露出系はもう見て、まあ一応露出系動いてるんですけど、見てない、使ってないんですね。大体ね、山間露出で全部撮ってきたんですけど、まあそれができるのはね、カメラの精度が高いからなんですね。カメラの精度が悪い、まあ、例えばね、500分の1でね、設定しててもね、300ぐらいでしか切れないとか、ね、1000分の1でも700ぐらいでしか切れないとかになるとね、山間露出ってもうガンガンに狂ってくるんでね、そういう意味ではね、このカメラね、電子シャッターをね、使えるということで、シャッタースピードも、かなり正確であったということではありますね。リバーサルはね、どうしても露出にね、厳しいという、露出で寛容じゃないということで、で、ほとんどね、思い通り、の露出で撮れたという意味では、このカメラやはり優秀ですね。ただ、ミノルタ XD はね、やっぱトラブルも多いということで、このカメラを欲しいという方はね、購入の際には、十分注意が必要になってくる。僕はね、たまたまね、本当に、ジャンク5台セットで2500円、つまり1台あたり500円で、ミノルタ XD購入できたという、それもね、これもバリバリなんですね。ファインダーもめちゃめちゃ綺麗なんですよね。もうこんなことがあるからヤフオクはやめられないということなんですよね。こんな感じですね。綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗ですって感じなんですけど、本当にね、いいものを購入できていると思います。これはもう単純に運ですね。最近はね、この5台セットっていうのをね、以前はね、5台セットってね、人気なかったんですよ。どれか一つ欲しいカメラがあるけど、いらないカメラがあるから別に買わないやっていうパターンの人が多かったみたいなんですけど、最近その転売屋さんがね、どんどん入ってきてて、まとめ買いしてね、別々に売ったら儲かるじゃんみたいな感じのね、転売屋さんが多分買い漁ってるんですよね。5台セットもね、
ね、全然、安く買えなくなってしまったんですね。これ買ったの1年以上前なので、最近では多分ね、もうこういう値段では狙えなくなってきてると思います。面白くない時代になりましたね。転売屋さんね、本当に勘弁してほしいと思うんですけど、最近はね、日本国内で購入したカメラを海外に転売するというか、輸出するっていう流れが増えてきてね、国内のね、フィルムカメラはどんどん海外に流出しているんです。これなんとかして食い止めなきゃいけないんですけどね、海外に売るよりも国内で売った方が高く売れるっていう流れを作っていかなきゃならないんですけども、そうするとカメラ自体の値段が上がるし、悩ましいところではあるんですけど、海外に流出するともう戻ってこなくなってくると思うんでね、今回ね、ミノルタ XD とね、MC6 コールで撮りましたが、このね、素晴らしいカメラが海外に流出しないように、みんなでなんか考えなきゃならないような気がしてきます。まあね、転売屋さんが値段釣り上げて、文句言ってるところではありますが、値段があまりにも安い。と海外に出てしまうということなんですね。今、まあフィルムカメラ底値の日本国内では底値なんでね、日本人がねフィルム写真のね楽しさに気づいてないうちにカメラが海外にどんどん逃げていっています。なんとかしなければなりません。話はだいぶ脱線しましたが、今回のリバーサルフィルムね、ミノルタの写り非常にいいものだったと思います。はい、今日のねこれ 何紹介になるんだろうよくわかんない紹介になりましたがね、この後はね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーですね。今日はトップバッター1都市9さんから2枚、タイトルはね、1枚目が白爪草、2枚目がね白爪草と田んぼということですね。カメラニコン EMシリーズ E35mmF2.5 アグファ APX100 でどちらも撮られておりますね。で、作品なんですけど、1枚目かなりいい感じです。構図が大胆でね。で、左側に花が集中してね、右側がちょっと空いてる。このあたりがね、ちょっといい感じになってますね。光はこれないのかな。光があればよかったですが。で、2枚目なんですけど、2枚目はね、もうちょっと工夫が必要だったと思います。これはもうね、アングル、例えばこれ地平線を入れるとかね。これ、地面がぶっちゃ切ってますんで、それかもっと低い位置から撮るとかね、ちょっとアングルを工夫すると面白い写真になったかもしれませんね。はい、ちとしくさんありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんの作品です。2枚ですね。1枚目がね、コニシロクパール3セミ版。富士、160、プロ 160NS 仕様の、タイトル、初遊歩道ですか？初遊歩道ですね。2枚目がね、ペンタクス K01 SMC タクマ 85mmF1.8 仕様で、タイトル、春よ来いということですね。で、作品1枚目なんですけどね、まあ、遊歩道を強調したいのはいいんですけど、もうちょっととね、アップで撮った方がね、光が当たってる位置をね、アップで撮った方がいいと思います。全体的に暗いね、沈んだ感じになるんですね。で、2枚目の方が、これは完璧ですね。まあ、文句を言うとしたら構図がやや日の丸構図調ですけど、非常に美しいね、玉ボケになってます。さすがタクマということで、こちらの写真、タイトル画面にさせていただこうと思います。非常にいいですね。もうちょっと色が濃かったら、なお良かったですが、これ文句言えないです。美しい写真になっております。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次がね、北野隆さんから2枚。こんにちは、春に撮った写真投稿します。どちらも同じ花ですが、カメラは別です。1枚目、大花のエンレイソ、ミノルタ α7000、ミノルタ AF ズーム、3570F4。フィルムコダックゴールド200、2枚目がね、見てみて綺麗に咲いたよ、カメラコニカ C35 フラッシュマチック、フィルムコダックゴールド200仕様、同じ花ですが撮った場所も別々ですということですけど、作品なんですけどね、1枚目ね、まあ、これね、ミノルタのレンズの色がはっきり出ている感じですね。後ろがちょっと赤っぽく映っておりますが、本当に色が濃い、光もたっぷりの写真になってていると思います。で、2枚目の方なんですがね、1枚目に比べるとやや淡白なのは光の関
球かな。でも光もしっかり当たってるんで、やっぱりレンズですかね。ミノルタのレンズが色がよく出るというのが、よくわかると思います。これどちらもコダックゴールド200なんでね。まあただ露出がどのぐらい合ってるかとかいうのもありますがね。まあカラーネガなんで、そこまで大差は出ないと思うんで、やはりレンズの差かな。北野田隆さん、ありがとうございます。次がね、雲の中律之介さんからですね、いつも楽しみに動画を拝見させていただいています。前回に続き上の界隈での撮影です。1枚目がね、パンダさんおじさん、ニッコール 50mmF2、ニコン EM、コダック、カラープラス200、2枚目がね、忍ばずの池のハスの葉ということですね。こちらもね、ニコン EM で、ズームニッコール 4386、コダックゴールド200ということですね。で、1枚目からいきますけど、1枚目は非常にね、ほのぼのとした写真。これパンダと思ったら本物のパンダじゃないですね。当たり前ですけど、子供がこんなに遊べるわけがないんですけど、それをね、撮っているね、これお母さんなのかな、子供が遊んでるのをね、撮ってるお母さんなんですけどもね、その後ろでね、なんかグダグダなおじさんが映ってるのが面白いですね、これね。酔ってるのかって感じのね。で、2枚目なんですけどね、2枚目はね、忍ばずの池のハスの葉ということなんですけど、これがね、非常に良い写りなんですね。何がどう良い写りなのかというと、流浄感がね、結構出てるんですけどね、深い色で写ってるんですね。これどういう露出で撮ったんだろうな。非常に不思議な写真になっております。これニッコン EM で、ニッコール 50mmF2、AE、基本的に AE で撮られてると思うんですけど、多分ね。面白い写りになっておりますね。雲の中、律之介さん、ありがとうございます。次がね、ヒデさんさんです。最後、ヒデさんさんから2枚。中年おたきさん、こんばんは。毎回楽しく拝見しております。梅雨時の晴れの日は貴重ですね。ということで、今回モノクロフィルで撮影。カメラミノルタハイマチック7。レンズロッコール PF45mmF1.8。フィルムがファンワッパンクラシック100ということで、作品名1は、1枚目が配管。2枚目がスクーターということですね。久しぶりに手に取ったハイマチック7で初めてのフォーマーパン。出来上がるまでのドキドキ感はたまらなかったです。撮影当日は快晴でした。フルマニュアルで撮影。配管は一部トリミングしてありますということですね。よろしくお願いしますということなんですけどね。で、1枚目からいきますけどね。こちら配管もう一工夫欲しかった。これ多分ね、光当たってると思うんですけどね。で、配管は、内管の周りの配管はステンレスでね、多分光反射すると思うんですよ。光が反射する角度とかから撮ったら面白かったんじゃないかなと思いますね。で、2枚目のスクーターなんですけど、こちらもね、ちょっと微妙。これ、見上げる構図にするとかね、真横の構図とかが面白かったかもしれませんね。もう結構ね、こういう日常的な景色をね、真横に平面的に撮るのが、まあ好きなんですけどね。立体感を求めるのもいいですけど、これはあえてね、遠くから撮って平面的に撮った方が面白かったかもしれません。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日ね、ちょっと俺のカメラ投稿が来てないって言ったらドドンと来てしまったんで、2名紹介しますね。1名目は、ヘボさんですね。ヘボさんかな。ちょっと見えないですね。点々感もあるか。おたきさん、いつも、動画編集&長距離とお疲れ様です。今回俺のカメラ投稿します。先日投稿した、使ったペンタックス PC35AF オートなんです。おたきさんの記憶の中には存在しないカメラ、知らないですね。皆さんに広く知ってもらうために改めて投稿させてもらいます。このカメラ、今では広く機種展開しているペンタックスのコンパクトカメラの第1弾で、ペンタックスでは一眼レフ以外では初めてのモデルといささか微妙ではありますが、一応記念碑的なモデルでもあります。見てくれは相当にオリンパス XA シリーズを意識しているような感じですか。ワンタッチオープンのレンズカバーは意外にメーカーっぽく、実はペン EE3 とほとんど変わらないコンパクトボディも散歩のお供に持ってこいのカメラです。機会があったらぜひおすすめしますということですね。あのね、コンパクトカメラをね、全部把握するのは不可能ですね。種類が多すぎます。相当マニアないとはね、まあまあ変わってくるでしょうけどね。これペンタックスの第1号なんですね。
うん、レンズはね、35mmF2.8 で AF ということですが、僕ちょっとね、興味がありますね。35mm 単焦点の F2.8、結構写りいいと思いますね。はい、ヘポさんさん、ありがとうございます。次はね、達也さんの俺のカメラですね。おたけさん、お仕事お疲れ様です。先日の動画で、待機者さんがいないということであったので、俺のカメラに投稿させてもらいます。今度の動画紹介予告とされていたミノルタ XD です。しばらくフィルムカメラを持ち出していませんでしたが、アジサイと変わった景色を撮影するのに持ち出しました。独特のシャッターラグがある XD ですが、そのフィーリングが癖になる。そんな特別なカメラです。緑のロックオールと言われた MCPF58mmF1.4 を相棒にアジサイと記念撮影、レンズにアジサイが映るよう構造を考えればよかったと後悔した一枚を投稿しますということですね。で作品ね、これね、光がね、これ光がある日なんでしょうけど、それでシャドウで撮ってるのがちょっともったいなかった。光が当たってるところのアジサイをぜひ探してほしかったですね。はい、ミノルタ XD いいカメラです。僕のとちょっと張り側が違うように見えるのは気のせいかな、張り替えてあるのかな。はい、ではここからはね、やったがやっちまったのコーナーになります。はい、やったーやっちまったコーナー、今日はね、のりさんのやったーですね。しかも相当なやったーです。おたきさんこんばんは、のりです。やったーのコーナーに投稿します。少々長文ですがお許しください。フィルムカメラ復旧活動のため、職場の同僚に僕が買い集めたカメラを分けてたのですが、そのうちの一人にはキャノン EOS キスにタムロン2880のレンズしかなかったので、夜なごのハードオフにでもレンズを探しに行こうということになりました。岡山県内は僕が行き尽くしたのでってことですね。本日行ってきたのですが、ハードオフにはレンズが一本もなく、代わりにヤシカエレクトラ35、ヤシカエレクトラ 35GL の2台を発見。どちらも信じられないほどのコンディションで新品級の輝きを放っていました。もちろんレンズもクリアでした。しかもエレクトラ35には正規電池が入ってて、最後の力で露出計を作動させて、こと切れました。おかげで作動確認できたので、同僚にも強く勧めて2人とも購入。富岡広角の輝きに打ち抜かれました。僕のエレクトラ35は3000円で、同僚のエレクトラ35 GL は4500円で入手。GL はモルトもしっかりしていて即使用可能状態でした。すぐに撮ってみたいと同僚が言い始めたので、北村カメラへ移動してフィルム購入。ついでにその場でジャンクありますと聞いたら、買い物カゴに入っていたジャンクを持ってきてくれ、物、物色。出てきました。キャノン EF レンズバリモン。3580、1本。ペンタックス KM1 台、それぞれ550円で入手。当初に目的も果たせたジャンクツアー大成功。やったですね。同僚のカメラはちょっと撮れ忘れたってことなんですけどね。ペンタックス KM 僕も欲しいんですよね。これ550円ってどういうことですか？ありえない。ペンタックスのね、デジタルカメラね、欲しいんですけど、予算がございません。KM でも結構しますよ。1万円ぐらいするんじゃないかな。なんでこんな安いんですか？いや、羨ましい話です。こちらのね、やったやっちまったコーナーは今日は、おしまい。ここからはね、教えておたっきーさんのコーナーになります。はい、教えておたっきーさんのコーナー、今日はね、僕に質問じゃないんですね。で、僕が質問なんですけども、一郎さんがね、先週作品投稿のコーナーにね、期限切れのフィルムで撮った写真をね、補正して送っていただいたということなんですけど、それがね、補正前のやつをね、送ってくれって話したら送ってくれました。長距離運転お疲れ様です。笑えるライブが最高です。元画像を送ります。フィルムデュープ後、これまた古いソフトバンドル版のフォトショップエレメンツ 2.0、古いな。で、自動レベル、カラー補正及び自動コントラストで補正しました。超アンダーのため手動補正はしていません。ニコン NX スタジオで反転。シルキーとかライトルームないので細かい補正はできません。なるほど。でね、これね、ほんとこれ元画像は真っ青だったんですね。うん、これがここまでなるか。いやー、時代は変わると。というわけでね、期限切れフィルムでね、ギリギリ映って、
ってね、これはひどい色だなっていう写真、復活する手段があるぞということで、今日は締めさせていただきますね。これ、教えておタッキーさんのコーナーですけど、教えて一郎さんのコーナーになっちゃったな。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。ちょっと梅雨本番だってね、今日も今雨、まあ今は降ってないんですけど、雨上がりなんですけどね、まあ写真撮りにくくなってますが、一応ね、あと、3本ほども撮り上がってるんでね、ネタ切れは心配ないので動画どんどん上げていきますよ。次回の動画は、こいつの紹介ですね。はい。はい、こいつですね。まあ、ツイッターでも散々言ってますし、動画でも言ってますけど、リコーオートハーフですね。このオートハーフ、リコーが設計して富岡工学が製造したというね、レンズが入っておるんですけどもね、他のハーフカメラに比べてちょっとだけ広角の 28mm なんですね。で、映りがどうだったのかとか、まあ、いろいろありますが、こうご期待ということで、なかなかいい映りしますよ、このカメラ。やばいです。ちょっと癖になりそう。そんなわけで今日の動画はおしまいです。チャンネル登録ね、恐ろしい勢いで、増えておるみたいなんですけども、1日で10人以上増えることもね、結構ね、最近多いです。でね、まあまあそうなんですけどね、チャンネル登録、されてない方は、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、まあ、高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。コメント全然追いついておりませんがね、全部返すつもりでいます。ちょっとさすがに限界近いかなって感じもしますが、全部返す、見落とさない限りはね、結構見落としが発生しやすいんですよね。アプリ、YouTube スタジオっていうアプリでね、コメントをね、確認してるんですけど、コメントに返信が入ったりすると順番が変わったりしてね、ちょっと使いにくいんですよね。でもね、まあ、なんとかね、見落とさずに頑張ってね、全部返信していこうと思いますんで、コメント返信よろしくお願いします。あとね、高評価の方もポチッと押すだけなんでね、お願いします。はい、今日の動画はここまで。次回は、ライブ挟むかないか。そんな感じになっていきます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。